北国新聞ニュースをお伝えします今年の秋は熊の餌になるブナの実が白山陸で波作と予想され人里への出没は強作の年に比べて少なくなる可能性がありますこのブナの包協調査は北国新聞社の手取川環境総合調査団が去年に続き 白白山市のの峰から剣にからにけての10所で行いました調査団の樹木植物グループと動物グループが合同で実のつき具合を確かめた結果10カ所のうち豊作大豊作が5カ所並作が2カ所強作大強作は3カ所あり平均で並作と評価されました。 石川県が今年4月に行ったブナの開花調査でも同じような予想になっていて、調査したグループは今の時点で極端な共作にはならないと見ています。ブナの実は熊の大好物のため、今年の秋は共作の年に比べて人里近くでの出没が少なくなる可能性があります。ただ、ここ数年は市街地に近い山林に住みつく熊もいるため、 専門家は住宅や果樹にクマを近づけない対策が必要だとしています。七尾湾の鳥貝漁は今シーズンの水揚げ量が五百九十三キロになり。記録的な不良だった去年から大きく回復しました。県内では七尾湾だけで鳥貝漁が行われ。 高級な二枚貝として出荷されています今シーズンの鳥貝漁は4月5日に解禁になり漁の最終日の昨日は石崎漁港に17キロが水揚げされました今年の漁を終えた結果鳥貝の水揚げ量は593キロになり記録的な不漁に見舞われた去年の3.6キロから大きく回復しました 今シーズンは、解禁前から底引き網に小さな鳥貝が,がかかるなど、資源が回復する兆しが見られ、今月上旬には1日の水揚げが30キロまで増えました。しかし、過去5年を平均した水揚げ量1850キロに比べると、今年は3分の1ほどにとどまっています。県漁協七尾支所の竹口啓太課長は、 近年では好調だった。来年以降、船が増えれば水揚げも多くなるのではないかと今後に期待していました。一方、鳥貝の価格は新型コロナが落ち着いて、首都圏や関西の高級飲食店で需要が増えたことから、例年に比べて高値で推移したということです。 白衣市教育委員会の職員たちが、赤のポロシャツ姿で仕事をして、明星寺の国宝指定を目指すムードを高めました。一般財団法人の北国総合研究所は、明日コスモアイル白衣でシンポジウム明星寺を国宝にを開催します。そのシンポジウムに合わせて、 明星寺を国宝にと書かれた赤色のポロシャツが製作され白市教育委員会の職員20人が昨日揃って着用しながら業務にあたり国宝指定を目指すムードを高めましたこのポロシャツの背中側には五重の塔と夕日がデザインされ左胸にはやる気満々の文字も添えられています明日のシンポジウムでは 国宝指定を目指す応援歌も披露される予定で白市の八島和彦教育長は国・県と連携しながら運動を盛り上げたいと話していましたアメリカンフットボールから生まれたスポーツフラッグフットボールの体験会が金沢市内の小学校で開かれましたこの体験会は 金沢大学アメリカンフットボール部の学生が企画し昨日金沢市戸賀市小学校で開かれましたフラッグフットボールはアメリカンフットボールから生まれたスポーツでタックルの代わりに選手が腰につけたフラッグを取り合うなど気軽に楽しめるのが特徴です体験会には5年生64人が参加しアメフト部員の手ほどきで ボールを手渡すハンドオフや攻撃を始めるときに行うスナップなど、フラッグフットボールのルールや技術を学びました。体験会ではゲーム形式の対戦もあり、企画した学生はチームで協力して一つのことを成し遂げる達成感を味わってほしいと話していました。 生姜など香辛料の神を祀る金沢市内の神社で昨日、はじかみ大祭が営まれました金沢市花園八幡町にあるはじかみ神社は国内でただ一箇所、香辛料の神を祀り毎年6月15日にはじかみ大祭を営んでいます奈良時代から続く神事には 生姜の生産者や香辛料の加工品を扱う業者それに地元の人たちなどおよそ600人が集まりました生姜などが添えられた神前では宮司の田地川昭嗣さんがのりを読み上げあたりを清める生姜湯を笹の葉で巻きました産経に訪れた人たちには 生姜油が振る舞われ無病息災や商売繁盛を願っていました以上この時間の北国新聞ニュースをお伝えしました